世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは日本の武道である空手の発祥の地をご存知でしょうか。今回は沖縄を発祥とする日本の格闘技の空手についてご紹介したいと思います。空手は琉球王国時代の沖縄で発祥した打撃技を特徴とする武道の格闘技です。空手の起源には諸説ありますが、一般には沖縄固有の拳法や古流剣術などの影響を受けて、さらに中国の武術の要素も加えられながら発展してきたと考えられています。沖縄といえば武術の国というイメージが湧く人もいるかもしれませんが、沖縄が空手発祥の地であり、かつて空手と呼ばれていたことはあまり知られていないのではないでしょうか。江戸時代、琉球の人々は武器を持つことを幕府や薩摩藩に禁じられていました。そこで中国の拳法を独自に消化し、沖縄の風土気質に合った拳法を生み出したのです。私たちが普段目にする空手は明治期以降のものになり、それが本土に伝わり変化発展したものです。そんな空手が今も豊かに息づく沖縄の地では、アメリカ兵とのやり合いが頻繁に起こっています。実際あまり表沙汰にはなっていないものの、殴り合いの暴力沙汰に発展した事件などもあったようです。さらに最近沖縄ではこれまでにアメリカ兵による暴行強姦事件が何度も繰り返されてきたそうです。それにもかかわらず、国内では新聞にすらほとんど取り上げられず、メディアには一切報道されなかったといいます。しかし表にはなかなか出てこなくとも、沖縄の人たちだけでなく日本人全体が本当はみんな静かに怒っているのではないでしょうか。とても悲しいことなので、日本の対応をきちんとしてほしいですね。次に沖縄空手の歴史について少し見ていきましょう。1609年、琉球王国を制圧した島津藩は、琉球の人々の反乱を恐れて琉球人たちが武器を持つことを許しませんでした。そこで銃や刀に代わる自衛手段として中国で生まれた拳法を取り入れ完成した琉球独自の武術が沖縄空手です。武器を持つことを禁じられ、体を武器代わりにしている人々が存在することは、あのナポレオンをも驚かせたという話が残っています。そんな沖縄空手は島津藩の藩兵に知られないよう秘術とされていました。その伝統は現在に至っても受け継がれ、沖縄各地の空手道場では今も多くの流派が技を磨いて競い合っています。古くから琉球武士のたしなみとされていた空手は、第二次世界大戦後の荒廃した沖縄においても失われたアイデンティティを取り戻すための武器となりました。腕に覚えのある若者たちは競って空手道場に通い、また街頭でアメリカ兵と喧嘩を繰り返すことでさらに腕に磨きをかけたといいます。江戸時代には島津藩士から身を守るために、そして戦後は暴力的な一部のアメリカ兵から身を守るために、空手はこの島の不幸な歴史を背景に脈々と受け継がれてきたのです。そんな空手の強さがわかるエピソードを2つご紹介いたします。1つ目は1947年に空手家の遠山氏が酒に酔ったアメリカ兵からいきなり暴行を受けました。この時彼は一切の抵抗をせずにされるがままの状態がしばらく続いたそうです。そして殴りつかれたアメリカ兵がその場を逃げるように立ち去ると、彼は平然と立ち上がったといいます。その体は腹式呼吸法によって鉄人のごとく鍛え上げられており、屈強なアメリカ兵でも全く歯が立たなかったのです。酔っていたアメリカ兵も驚いていたといいます。2つ目はある日の国道でのことです。ゆっくりと前を走る車に苛立ちを募らせたアメリカ兵が信号で止まった時に車を降りて前の車に向かいました。運転席のドアを開けて前の車の運転手を引っ張り出しました。相手が60歳くらいのおじいさんだったため、アメリカ兵が油断したその瞬間、そのおじいさんは目にも止まらぬ早技でアメリカ兵の後頭部に蹴りを一発お見舞いしました。身長180センチはあるかという黒人の米兵はあっという間に倒され、おじいさんは何事もなかったように車に乗り
その場を走り去ったそうです。爽快な話ですね。本来の沖縄空手というのは強さや技のうまさ、派手さを競うものではありません。空手に先手なし、人に打たれず、人を打たず、すべて事なきをよしとするなど、空手の大家が残した言葉が表すように、戦わずして勝つという精神が大切にされています。そのため空手の型はすべて受けから始まります。決して自分の力をひけらかすようなことはせず、自ら争い事を起こさないこと、いざという時のために自身を、そして周りを守るため、いつ何時にも備えて日々の修行を怠らないこと、ただ単に技術のみを習得するのではなく、心身の鍛錬を通して自己を高め、何事にも動じない精神を養い、そして礼節を重んじること、それが本当の沖縄空手なのです。空手の発祥の地である沖縄には、そんな空手の真髄を学ぶために、世界中からたくさんの武道家たちが訪れています。ではここで沖縄空手の代表的な流派について簡単にご紹介しましょう。沖縄空手には CDK、NAFA DK、TUMAI DK、ウエチ流と呼ばれる4つの流派が存在します。初めて聞く人もいるかと思いますので、簡単に説明していきます。 CDK、 琉球王府のあった首里に住むサムレイによって継承され発展してきたもので、関節を柔らかく使い素早く技を繰り出すのが特徴です。 NAFA DK、 当時の琉球王国で一番栄えた商業地域から継承発展した流派です。接近戦で関節技や投げ技もあり、パワー重視の動きが特徴です。 TUMAI DK、 琉球第二の貿易港のあった泊村から始まったとされており、シュイリーとあまり違いがないと言われています。謎な部分が多い流派とも言われています。ウエチ流、琉球出身のウエチ漢文が中国大陸で学んだ武術を基盤として創設した流派です。厳しい鍛錬法で体を鍛え上げ、指先、足先による一撃が特徴です。代表的な型には三鎮、聖戦、三星流があります。この四大流派が現在の空手の祖になるということです。皆さんは知っている流派はありましたか？現在では空手は護身術、スポーツ、精神修養の手段として広く世界中で受け入れられ、2020年の東京オリンピックにも採用されるなど、これまで以上に脚光を浴びています。そのため世界で数千万人いると言われる空手愛好者たちが、空手発祥の地沖縄に向ける眼差しも一層熱くなっています。中には空手だけを目的に沖縄へ移り住む外国人修行者もいるほどです。スポーツ化が進んでいる空手界において、近年原点回帰ともいえる沖縄空手への注目度が高まっているのです。2005年には沖縄県議会において、沖縄が世界に誇る空手文化がますます発展し、世界平和と人々の幸福に貢献することへの願いを込めて、10月25日が空手の日と制定されました。それ以降毎年空手の日前後には記念演舞が実施されており、沖縄空手会館特別道場において県指定無形文化財保持者等による奉納演舞が行われています。そして空手の日のある週末には空手の日記念演舞祭が開催されます。国際通りで行われる2000人を超える空手家たちによる集団演舞は圧巻です。興味のある方は一度見に行かれてはいかがでしょうか。また初心者向けの空手体験教室もあるそうですので、実際に体験して空手の真髄の一端に触れてみるのも面白いかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。私も学生時代は運動部に所属していましたが、沖縄の空手の演舞を実際に見た時に純粋にかっこいいと思いました。空手の日記念演舞祭と検索しますと画像や動画がたくさん見れますので、ぜひ見てみてください。知らないというだけで知ると興味が出る人もいるかと思います。オリンピックもありますので、日本全体で空手を盛り上げていきましょう。冒頭にも言いましたが、皆さんは空手が沖縄発祥だと知っていましたか？
コメント欄で正直に教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。